あとはスタイル的にもやっぱり攻守のところの切り替えを非常に大事にするところ、特に守から攻のところはポイントになるかなというふうに思いますし、それでスクランブルを起こさせてセカンドボールを狙うっていうのも一つ手かもしれないですね。さあまたここは京都ボール、左からの豊川止めて右足アウェー京都先制、また左からのクロスに豊川、真っ先に張監督のところに行きました豊川。ここはこぼれ球ですよね。セカンドボールを拾って、一度外につけて、相手の目線は全部ボールサイドに寄るんですけども、相手の目線が寄ってる中、豊川1人だけが少し膨らむ動きっていうんですかね、間の動きっていうんですか、センターバックとサイドバックのポジション取りが良かったですし、ここのシュートはもう振りが速くて抜群でしたね、インパクトも。最後、少し真ん中抜けましたか、予測っていう部分も非常にいいですね。井上が斜めに入れます、こぼれ球、狙ってきた、際どい。平戸の右足、細谷に入れます。左足に置いて、これで立田が打ちました。マテウス・サビオシュートを打ってきた、ニア狙い、これも若原が反応しました。豊島が拾いました。 C 橋です。さあ三丸、ここからアーリーもあります。上げたマテウス・サビオ、後ろからスライディング、ナイスブロック、またマテウス・サビオ、三丸のアーリーから最後粘ってこぼれ球、もう一回マテウス・サビオ、後半の立ち上がり点が欲しかった柏レイソル、同点のゴール来ました。でまたこの形が柏、左サイドから逆サイドの右サイドということで、前半の京都少しボールの道筋は違うとはいえ、逆サイドへの展開という意味では同じような展開にはなりましたよね。最初、マテウス・サビオうまくボールを収められなかったんですけど、さあ白井、ゴール前、豊川、真ん中に通したチャンスを山崎が入ってきた、後ろから荒木で中に山崎、木下、豊川がいるシーン多いので、柏の4バックがそこを面倒見て、白井がボールに触ったところでゲーム終了の笛。互いに球際激しく戦った両者の対戦でしたが決着つかず。